みんなこんにちは。はてなくんだよ。2020年は寝年、ネズミの年だね。今日はネズミのトリビアだよ。じゃあネズミさん、お願いします。いや、僕はネズミ。僕がくすぐられたり喜ぶと人と同じような行動をとるんだけど、それって何かわかるかい？答えは、笑うこと。僕らは楽しい時は声を立てて笑うんだ。特にお腹や尻尾をくすぐられると嬉しくてね。でもネズミの笑い声って聞いたことないって？そりゃそうだろう。僕らの笑い声は人の声には聞こえないくらいに高いんだから。他にも喜ぶとジャンプしたり表情にも現れたりするのさ。緊張してるとピンと立ってる耳も、リラックスするとピンク色になって寝るんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。